野外博物館。野外博物館。野外博物館は、建築物の集合体や、展示物が屋内ではなく、屋外にあり、見たり触ったりで体験して学んでもらうことに主眼を置いた、博物館である。ヨーロッパの野外博物館は、スカンセン、ミュージアムズ・オブ・ビルディング、フォーク・ミュージアムなど様々な呼び方がある。最新の様式は、フランス発祥のエコミュージアムである。 発想としての、また設備、施設としての野外博物館の、よくまとまった歴史ガイドは、スウェーデンの博物館学者、ステン・レンツホグの本、野外博物館歴史と、視覚的アイデアの将来などがある。野外博物館の一種として、リビングファームミュージアムズ、リビングミュージアムズなどを含む昔の生活の実演は、当時の衣装を着て、当時の生活様式を見せる。アメリカにおいては、 植民地時代など、一般に昔、あるいはある特定の時代の建物、暮らし、道具や手仕事をそのままに見せるといった目的で作られているものが多い。この生活様式には、屋外のかまどでの料理、バターの攪拌、宝石、織物、近代的な農機具を使わない農業などが含まれる。多くのリビングミュージアムでは家事や、村や桶の製造、陶芸、製粉、製材、 印刷、医療、商店など、伝統的な手工業の実演が行われる。屋外で、ファームミュージアム、ヒストリックハウスミュージアム、アーカイオロジカルオープンウェアミュージアムが含まれる。そのためこれらの多くは、建物博物館であるとも言える。ヨーロッパの野外博物館は、木造建造物など、当初の場所に位置することが多い。 欧米の野外博物館は19世紀初頭の歴史を表現するものが多く、様々な職種の人々の日常を紹介する。高義な野外博物館には、地域の自然、産業、文化に焦点を当てるフィールドミュージアムと呼ばれる活動や、一般には従来の博物館のように建物の中で展示、保存、学習などを完結するのではなく、屋外や地域を 活動空間とする新しいタイプの博物館を指す。天然記念物や文化財、追跡などの現地保存も活動に取り込む動きがある。19世紀前半には、フランスのベルサイユ宮殿やバージニア州にある、ジョージ・ワシントンの邸宅マウント・バーノンなどのように、多くの歴史的重要建造物やそれらに関連するものは、博物館として初に公開されていた。しかし、 野外博物館としての発想の博物館は19世紀末にナショナルロマンティシズム熱が高まっていたスカンジナビアで初めて作られた。地元で伝わる建築技術を基礎とした木造建造物の伝統的移築や再建の展示を行うためであった。これは屋内の博物館と似た傾向であった。複数の建造物の収集及び展示をするために野外博物館となった。 当時の野外博物館は18世紀にあった、エキゾチックなパビリオン、アンティークな寺院、遺跡、小さな農家などであった。19世紀中期から後期には、国際博覧会で、小さな農家が展示されるようになった。その後ヨーロッパ、北米へと広まり、世界初の野外博物館は、1881年に、当時のスウェーデンにイコール、ノルウェー王国のオスカル2世が、 クリスチャニア、現在のオスロ郊外に公開したものである。夏の離宮に、スターブ教会など、ノルウェー各地の貴重な建物を移築させ、自身の名を冠した、オスカル2世コレクションとして、保存、公開したのが始まりである。当初、中世からのノルウェー建築の進化を表現するため8軒から10軒の建物を建設する予定であった。しかし5件建てたところで、経済的理由により、 オスカル2世の興味が失われた。その後この博物館は1890年代に隣接した土地に設立されたノルウェー民族博物館に組み込まれた。民族学者のアッター・ハセリオスはこのコレクションに影響を受けて正式な博物館としては世界で初めて1891年に建立されたのがスウェーデンのであり、皇族の北部及び東部のヨーロッパ最終的には 世界中の野外博物館のモデルとなった。スカンセン野外博物館は、ストックホームカードの利用により、入場無料となり、スウェーデン各地の民族文化や建物のみならず、トナカイムース、水生動物等が見られる。中央ヨーロッパ、東ヨーロッパの一部では、スカンセンという名は、野外博物館や歴史的建造物のコレーションを表す名詞として、使用されている。 1900年頃、スカンジナビア、特にノルウェーやスウェーデンで、続々と野外博物館が設立された。多くの野外博物館が、郊外の文化に集中している。しかし1914年に、デンマークのオーフスにが、初の博物館街として開業して以降、街文化が、野外博物館の一つの範囲となった。新しい博物館街は、 郊外文化博物館に建てられることが多い。最近では、フランスから始まったエコミュージアムという新しいタイプの野外博物館もある。エコミュージアムは、地域住民の主体的な参加を重視し、また生態系の観察、保護を目指すの活動も含まれる。海外の著名な野外博物館では、スイスのバレンベルク野外博物館に、 フィンランドのセウナサーリ野外博物館など昔の生活と暮らし方の博物館がヨーロッパには多い。アメリカにも独立戦争時代の歴史的な背景の中で当時の生活を体験させるような野外博物館がある。北アメリカの野外博物館は通常リビングヒストリーミュージアムと呼ばれヨーロッパの野外博物館と違って体験ができるようになっている。 1928年、ヘンリー・フォードがアメリカの宿図として、ミシガン州ディアボーンにグリーンフィールドビレッジを設立したのが最初であった。しかし1934年にコロニアル・ウィリアムズバーグが設立すると、ミスティック・シーポート、プリマス・プランテーション、ルイブール要塞など、北アメリカの博物館の発展に多大なる影響を与え、北アメリカとヨーロッパでは解釈が違い、 ヨーロッパでは建造物により焦点を合わせている。北、アメリカでは多くの野外博物館で従業員が当時の衣装を身につけ当時の手工業や日常生活を実演してみせる。そのためリビングミュージアムでは文化、自然環境、歴史を実際目の前で見ることができる。これは来場者が五感を使ってその特定の文化、環境、 歴史を経験することを目的としている。ただしこの実演は信憑性や制度に誤解が生じやすく、奴隷制度などの不正な歴史から目を背けるようになるなど人類学者からしばしば批判を受けている。このような批判を受け、ウィリアムズバーグなどは歴史の暗い部分の展示も追加してきている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。